アンドリース・バニンスは、ラトビア・ダウガフ・ピルス・チク・イルークステ出身の、元サッカー選手。元ラトビア代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。1998年にビルスリーガーの FK、ベンツ・ピルスで、プロデビュー。2003年に、FC モスクワに移籍するもトップチームでの出場はなく、リザーブチームでのプレーに留まっていたため、ラトビア国内の世論を受け帰国を決意した。 2005年、ラトビアに戻り FK、ベンタに移籍した。1試合に出場するも、シーズン後半に、クラブが破産してしまい、放出された。2006年、FA となったバニンスは、古巣のベンツピルスに復帰した。聖 GK とて3年半プレーし、2006年から2008年に、かけて3年連続デビルスリーガーの最優秀 GK に、選出され、2008年には、 ラトビア年間最優秀選手に選出されるなどの活躍を見せた。ベンツピルスでの成功を受けて、再び海外でのプレーを模索するも、交渉がうまくいかなかった。2009年2月には、ロシアプレミアリーグの FC ルビン火山の加入テストを受けた。2009年、シーズン途中にスイススーパーリーグの FC シオンと3年契約を結び移籍した。聖事意見に選ばれ、 同年8月19日のフェネルバフチェ戦でデビューした。2013年10月、2017年7月まで契約を延長した。7年間の在籍中にスイススーパーリーグ、最優秀受 k や、ファンが選ぶ、オン年間最優秀選手に複数回選出された。2016年6月17日、FC チューリッヒに移籍した。翌月25日のビンタートゥール戦でデビュー。 フル出場し、2から0の勝利に貢献した。2020年8月31日、現役を引退し、フルスの FC シオンで GK コーチを務めることを表明した。2000年2月4日、スロバキア戦で代表デビューを果たした。2007年夏に、ラトビア代表の政 GK を務めていたアレクサンドルス・コリンコが、長期の怪我を負い、 監督のアレクサンダー・スタルコフが代わりの GK をバニンスとデニス・ロマノフのどちらにするかを選んだ際にバニンスが選ばれた。以降、バニンスはラトビア代表の正 GK を務めることになった。2019年10月10日のポーランド戦でラトビア代表として100試合出場を達成した。既婚者であり、二人の息子がいる。ありがとうございます。